チェソ。今回はルフィがガチで嫌ってそうな相手といえばについての反応集を紹介します。それではどうぞ。さあ、行くぞ。シーザーとチャルロスは殿堂入りとして、ドフラミンゴ。グッチとか。グッチは嫌いは嫌いだけど熱い殴り合いしたし嫌い殿堂入り勢と比べたら全然マシだと思う。アーロン。最近内面の考察が進んで黒ひげのことはかなり嫌ってそうな可能性出てきたようなエースの件もあるし。エビス町で調子乗ってたギフターズの奴ら。黒ひげのことは許してないだろうな許す理由ないけど。自分の大切なものを傷つけたあるいは傷つけそうな奴は大抵嫌うだろうな。お汁こぼした奴ら、っていうか食べ物粗末にする奴絶対嫌いだと思う。基本仲間に手を出した奴らは嫌い認定してそうだけど誰が一番だろうな。赤犬。バギーは微妙か？バギーは好き嫌いじゃなくて無関心枠。インペルダウンの件もあって嫌いアホの方が上回ってそう。大体実物見て判断するルフィが伝聞と映像だけで嫌いになったオロチもなかなかのものかと。バギーは嫌いというのとはまた違う気がするいや嫌いは嫌いなんだけど下に見てる？殺したいほど嫌いってニュアンスじゃないけどうじうじしてる奴は堂々と嫌い宣言するよね。カイドウの評価もう一回聞いてみたいところだがやっぱりワノ国のあれがあるからめちゃくちゃ嫌いだろうか。黒ひげ実際ブチ切れシーンあったし。でも人の夢は終わらねえのシーンでシャンクスやエースを思い出してるんだよな。クロコダイルビビのことがあるからね。コビーと頭星とか、うじうじしてる奴のことさらっと嫌うよねルフィ。でもその二人はもう嫌われてはないでしょ。チャルロス・シーザー・アーロン・黒ひげ・ドフラあたりはマジギレの顔してる。クロコにもしてるな。ペドウの類は嫌ってるってことで FA? 自由を奪う奴と仲間を大切にしない奴を特に嫌う印象。海兵は汚職系じゃなければそこまで嫌いじゃなさそうなんだよな赤犬だろうとエースの仇だけど海賊が海兵に殺されるのはいつでも起こりうることって認識してそう。古傷痛むレベルには嫌いだぞ。嫌い度30くらいまではさらっと言うけど、50超えたあたりから無言になるイメージ。これだわうじうじしてる人とかには冗談交じりで俺お前のこと嫌いだなって言うけど多分もっとシャキッとしろよまとないとも含まれている本気で嫌いな奴とは最低限以上の会話もしたがらないイメージ。ヒグマ。劇場版を含めるならテゾーロのことも大嫌いだろうな。テゾーロじゃね？ぶっちゃけルフィ視点だと地雷踏みまくりだし。マムも嫌いだろ、サンジ取られかけたし少なくとも肩栗みたいにお互いの力量を認め合うような戦いはしてない。コビーや白星に対する嫌いは昔の俺は弱虫は嫌いだうじうじするなとエースに言われた自分に対する嫌いみたいなもん。エネルもだな多分アキラボスは基本嫌いになってる。歴代の敵ボスは肩栗以外みんな嫌ってそう。映画ならゼファーさんとか一応例外になるのかな歌？あれは敵じゃないよゲストヒロインという名のメインヒロインだよ。そう考えると肩栗は相当レアだな。自分のレベルアップのためだけに戦った相手だからな。ワポルも相当嫌いだろうね。うじうじしてるやつ、弱虫伝聞で知った気になって判断してるやつ矢印この辺までは俺お前のこと嫌いだなで済む他人の自由を阻害するやつ他人の夢を笑うやつ仲間を傷つけるやつ矢印この辺になると無言になる。信じてくれてる人を裏切る、恩をあだで返すやつもかなり嫌ってそうクロコとかシーザーとかオロチがそれ。小田先生の各海賊が仁義を大事にしてるヤクザみたいなところあるからだろうな。ヒグマだろ。偶然にも株が上がる肩栗お兄ちゃんさすがは私たちの完璧なお兄ちゃん。よせ。まんざらでもなさそうですね。肩栗はアキラボスであっても事件そのものの首謀者じゃないってのが大きいと思ういっちゃなんだが子供たちみんな所詮マムの忠実な駒でしかないし。歌に関しては行為自体は夢を阻害する仲間を傷つける麦わら帽子を傷つける他人の自由を縛りつけるとかマジで地雷ではあるんだよね。それでも嫌いに離れなかった当てるつもりがないのかもう。ビッグマムハヨ人島とか三次関連で嫌いだろうな。バレットはどうなんだろうなウソップを傷つけ侮辱した時点では嫌いではあるし相入れない哲学ではあるけど。カタクリは利害とか関係なしに協力してくれそうな雰囲気もある。ノコギリ花のアーロンは？アーロンも言ってみれば簡易版天竜人だしな。敵対した相手だけどカタクリへの好感度自体は高そう。ウィスキーピークのゾロ。シロップ村の方の黒。自分も含めて海賊は悪人クズって認識してるから、やり方が気に入らないからって敵対することはあっても個人を特別嫌うことはあんまりない。初期ヘルメットのことは割とガチで嫌ってそう。カイドウの名前が上がらないのはやっぱ本人の姿勢か。カイドウは好きか嫌いかで言うともちろん嫌いだけどなんかそれ以上に超えるべき壁って感じだった気がする後期嫌いよりも多分あいつは強かったって言われるやつ。ここまでのレス見てみるとシーザーって本当すげえな好かれる要素皆無だもん。
誘拐人体実験覚醒剤毒ガススマイル話進むごとに汚点しか増えないのすげえよな。チョッパーに最低なんだあいつと言わせた男だめん声が違う。ガチ嫌い TOP さん決めたいけど意外と難しいな。多分ネズミ大佐は嫌いだろうけどそもそもルフィの記憶に残ってるのか。そもそもあの当時でもネズミが何してたか正確に把握してたんかな。ルフィの頭の中はアーロンたち魚人のみが払えんとしか認識してないだろうし。なんか悪党系は嫌いはするけど一発殴ってスッキリしたら忘れるイメージスパンダムとか GOLD でそうだったしそう考えると再会しても嫌われてたクロコシーザーは上位やな。ここまで話題にならない森屋さん影奪われたガチの一犯人とは絡みがないローラやブルックはそこまで悲壮感がないのもあって他ボスに比べて嫌ってる感はあんまない。厄介な奴がいるなとは戦争で言われてたな。自分に置き換えると赤の他人知人最近仲良くなった人を傷つけた奴より長年の大事な友達や家族や恋人を傷つけた奴の方が嫌い度は上がるかな。赤犬は共通の敵と書いても共闘拒みそう。2年前のベラミーも地雷しか踏んでない。そう考えると挽回させてくれるタイプなんだな。ウソップをボコボコにしたフランキー一家もあの時点ではヤバかったと思う。褒美は記憶から消えてる頃か。黒ひげ相手だと毎回わかりやすい反応するよな。バギー屋さんともさらりと共闘しちゃうのにクロコダイルの解放には最後まで反対してたしかなり嫌ってそう。チョッパーで思い出したけどアポルもマジで嫌ってそうだわルフィ。シーザーに関してはルフィにあそこまで念入りに拒絶の言葉吐かせてるの逆にすごいと思うんだよね。ぶん殴るだけでは怒りが収まらないのが伝わってくるわ。キャプテンクロルフィの対局にいるキャラだと思う。お前の顔なんて二度と見たくねえとルフィに言わしめるシーザーってすごいと思う。シーザーは全員から等しく嫌われいて、たまにいる嫌ってない相手も別にシーザーが好きなわけじゃなく頭脳と技術に利用価値があるから嫌ってないだけだって描写なのが徹底してる。シーザーはどれだけコミカルに振る舞おうがガチで絶対に許されないのがちゃんとしてて好き。実験に子供使ってるからな。ファーストコンタクトでルフから好印象な評価をされたフン親父のジャッジ。そこは意外だと思ったがあの男は結婚式乱入時になってからの顔合わせだし3時からも確執を詳しく聞いたわけじゃない。一家との初顔合わせも唯一まともな礼儀だったから一家としての印象がそこまで悪いわけじゃないんだろう。あの男はシーザーともあまり仲の良くないやりとり見てるし悪印象はそこまで持ってないのかも。サンジが助けたいって言ったのもあるかもな。サンジの家族のことはサンジに任せると割り切ってるのかもな。むしろレイジは恩人だし。最後にサンジの良いところ言う親バカだからね。エース殺した赤犬とその原因となった黒ひげとシーザーだとどっちがよりルフィに嫌われてるんだろうな。圧倒的にシーザーだと思う。赤犬や黒ひげは立場だったりエースとの関係性だったり色々あるけど、シーザーはただのクズだし。